し。はい、よし。今週、今日はね、水曜日かな。5月の20日です。もう5月も半ばを過ぎて、もうすぐ6月だよ。もう、梅雨なの、これは。なんか今週はずっと雨なんだよね。ずっと。台風みたい。ん？台風。台風なの？え、嘘でしょ？台風？まだ5月なのに？って聞いた。本当に？誰が言ってたんだっけな？台風って言った。俺、初耳なんだけど。それ、岐阜ですごい地震が起きるから、大きな地震来るかもだから気をつけるんだよ、みたいな。そんなのと、同じレベルで台風？マジで台風なの？まあ、いや、雨がずっとね、降ってるんですよ。このまま梅雨に入っちゃうんですかね。だから梅雨、雨が降るまではすごい暑かったのに、ここのとこ寒いぐらいですよ。もう、なんかまた長袖だよ。半袖だったり長袖だったり、いろいろ季節、気温の変化が激しいんで、皆さん体調にお気をつけくださいね、ということと、あとは僕は散歩ができなくなっちゃった。歩けないじゃん、雨だと。歩けるんだけどさ、傘させば。だから、散歩ができなくて辛いから、なるべく長くぶら下がろうと思う。1分経った？立ってるでしょ、もう。立ってる。よっしゃ、さすがだな。よし。いや、でもね、この中でも、やっていこうと思います。はい。あ、そうそう、いい話。自粛で、僕はすごい、頑張ってるから、自粛を。ほら、来週、なんだっけ、持続化給付金の申請するんだ。頑張って、うん、去年より売り上げが落ちてると申請できるっていうのの準備がやっと整ったんで、月曜日に申請しようと思ってます。はい、もうそういうことも、うん、助けてもらえるなら助けてもらおうじゃないか、うん、そういうのも含めてね。貧乏だからね。貧乏だからな。そうそう、貧乏は貧乏なりに頑張ってなきゃいけないからな。うん、そうそうそう。でも今日すごいなんか売れたね、なんかね。うん、まあいろいろ、まあまあまあ、古い遊戯王とかをガンと買ってってくれてありがたかったですね。そういうのも時々あるから、なんかみんなでもそういうにお金使おうとしてくれてるのかな、なんかな、うん、うん、なんかありがたいことですよ。本当すみません、ありがとうございます。そうだ、新発売のプレイマットについては全然まだ触れてないんだけど、明日届くら明日、それでトルフレさんのところと一緒で1枚3000円です。はい、早くお見せしたい、早くお見せしたいぜっていう感じです。よし、じゃあまた今日も、懸垂一回やっていきます。いくぞ、せーの。よいしょなんか、はい、まあまあそういう感じでした。あと、そうそう、狭山店に可愛い女の子のバイトが入った。そうだから、水曜日も、あとね、金曜日も来るんだっけ。あと今週は、うん、なんかいるらしいよ。だからみんなで見に行くといいさ。可愛、うん、いの。うん、かわいいかわいい。本当？うん、俺、今の店長がデレ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 してるのが、うん。いつもダラダラしてるのに、今度はデレデレになってるからね、こんちゃんがね。まあまあ、いいよいいよ。男ばっかりの店よりも、なんか空気がいいよ、その方が。はい、狭山店のチャンネルに、レミちゃんすごい出演してるんで、よかったら狭山店のチャンネルを見てあげてください。レミちゃんが出てる回だけでいいよ。服部が出てる回は面白くないから。俺も見てないから。うん、俺も見てない。俺は服部が喋ってる動画は見てないんで、実は。うん。ということでした。はい。じゃあまた明日お疲れ様です。